今日の動画では、4月より BS で放送予定の韓国ドラマ12作品を紹介してみたいと思います。数学が苦手な高校3年生のダンビは、大学入試の当日、ちょっとしたことが重なり、試験から逃げ出してしまう。雨の降る中、公園で水たまりを見つめているうち、その中に引き込まれるようにして飛び込み、そのまま水中へ。水面から顔を出すと、そこは朝鮮時代で、人々は深刻な日照りに苦しんでいた。侵入者と間違われ、王宮を逃げ回るダンビは、そこで数学に貪欲な王、セジョンと出会う。命乞いのために、数学が得意だと嘘をつき、内侍としてセジョンに仕え始めるダンビ。現代と朝鮮時代の常識の違いにすれ違いつつ、二人は次第に距離を縮めていくのだが、時空を超えた成長ラブロマンスを描きながらも、不安な現実を抱える、現代人たちに捧げる共感と応援のドラマで、朝鮮時代で王と触れ合い、いろいろな経験を積んで成長していくヒロイン、チャン・ダンビ役を、ああ私の幽霊様で、破天荒な幽霊を演じたキム・スルヒが、キュートに講演。完璧主義で負けることを知らない若き王様、イードー。ボーイズグループビーストのユン・デュジュンが演じています。短編ながら細かなエピソードが伏線となって散りばめられているので、そのあたりも楽しみながら、サクッと見てほしいおすすめの作品です。ポンダンポンダン王様の恋は、BS フジにて3月27日10時より放送予定です。1598年、新しく赴任してきた賢明のキム・タムジョンは、権力者で商人アンの旅客内部の中庭に閉じ込められた美しい人魚と目が合う。人魚を哀れに思ったタムギョンは人魚を自由にするよう命じる。時は流れ、現代のソウル。タムギョンは世界を股にかける天才詐欺師ホウ・ジュンジェに生まれ変わっていた。ある日、スペインに滞在していたジュンジェはホテルの部屋で見知らぬ女性を発見。それは初めて陸に上がってきた人魚だった。ジュンジェは言葉も話せず、すぐ他人を信じてしまう、純粋で無防備な彼女を放っておくことができず。朝鮮時代のヤンバンの息子と、天才詐欺師ホウ・ジュンジェを演じたのは、人気俳優イ・ミンホ。都会に迷い込んだ人魚シムチョンを、韓国のトップ女優チョン・ジヒョンが艶やかに演じており。その他に、シン・ウォンホやイ・ヒジュン、ソン・ドンイル、イ・ジフン、シン・ヘソン、ムン・ソリ、ナー・ヨンヒなど多彩なキャストが脇を固め、生き生きとしたキャラクターを熱演。キム・ソンリョン、チャー・テヒョン、ジョー・ジョンソク、チョン・ユミなど豪華なカメオ出演も話題沸騰となりました。青い海の伝説は BS フジにて4月1日10時より放送予定です。司会のユンジェと弁護士のヒョンジェ、公務員試験準備中のソジェは未婚で恋愛もしない三兄弟。ある日、三兄弟の母ギョンエは知り合いの結婚式に参加し、そこで成人した自分の息子たちがまだ誰も結婚していないことを比較されてしまう。夫ミノと祖父ギョンチョルに相談し、三兄弟を片付けるため結婚プロジェクトを考えつく。三人は半年以内に結婚相手を連れてきた者にマンションを渡すと提案し、三兄弟はマンションを手に入れるため結婚に向けて動き出す。恋愛、結婚に興味がなく、マンションがいらなくても、他の兄弟の手に入るのは見ていられないという勝負欲に火がついたイー三兄弟が、マンションを自分のものにするためにパートナーを探していく過程を描く、婚姻成就プロジェクトドラマ。メインキャストのオーミンソク、ユンシユンはじめ、ソーボムジュン、シンノウミ、ペイダビン、ジェイエビン、キムヘオク、パクサンウォンら豪華キャストたちが大集結。最高視聴率 29.4%。2022 KBS 演技大賞では3冠を獲得。胸キュンあり、家族同士の心温まるエピソードありの長編ドラマです。ヒョンジェは美しい、僕が結婚するわけは、BS テレ東にて4月2日10時55分より放送予定です。時は朝鮮時代。消息不明の母親を探して、ミリャンを訪れていたウノは、ひょんなことから記憶喪失の幽霊、アランと出会う。幽霊が見えるというウノの能力に気づいたアランは、ウノに自分の死の真相を探るため協力を依頼する。面倒に巻き込まれたくないウノだったが、アランが持つかんざしから、生前のアランと母との間に何かつながりがあるのではないかと疑い始め、アランの死の真相を探ることに。主演を務めたイ・ジュンギが、
暗い過去を背負った若き佐渡、右脳熱演。記憶を失った美しき幽霊アラを、新美奈が演じているほか、天上界の神を演じた勇壮穂や、人間界での恋敵を演じた与能人と、イケメン俳優の麗しい演技は必見。韓国に伝わる亜蘭伝説をモチーフに、二人の過去にまつわるミステリー、心ときめくラブロマンス、そしてノースタントで挑んだイージュンギの迫力あふれるアクションも必見です。亜蘭里伝は、BS富士にて4月4日8時55分より放送予定です。初のオリンピック開催に沸き立つ、1988年の韓国ソウル。勉強よりもおしゃれに興味津々の女子高生、ドクソンの周りにいるのは、両親と姉、弟、そして小さい頃から兄弟のように育った4人の幼馴染。無愛想だが友達思いのチョンファン、優等生のソヌ、お調子者のドンリョン、そして天才囲碁棋士のテク。しかしある時、ドクソンがソヌに失恋したことをきっかけに、5人の均衡が少しずつ崩れていく。若手スターの登竜門としても有名な応答せよシリーズの第3弾。ヒロイン演じたガールズデイのヘリはじめ、タクボゴム、リュウジュンヨル、コウギョンピョ、イードンフィ、リュウヘヨンらは本シリーズをきっかけにブレイクしました。最大の見どころは何と言っても、ヒロインの夫探し。シリーズ恒例、未来の旦那様が誰なのか、謎解き感覚で楽しむのもポイント。家族同士、近所同士が助け合いながら生きていく。家族の大切さを再確認させてくれるおすすめの一作です。恋のスケッチ、応答せよ、1988は、BS ジャパネクストにて、4月4日、15時より放送予定です。幼い頃から、男装して生きてきた、ホンサムヌムことホンラオンは、恋愛相談で生計を立てていた。ある日、恋文の代筆をしていた依頼主のふりをして、その文通相手に会うことになるが、待ち合わせ場所に現れたのは、一国のセジャ・イオンだった。そうとも知らないラオンは、身分を明かせと詰め寄るよう、落とし穴に置き去りにしてしまう。数日後、借金取りに売られて内観試験を受けることになってしまったラオンは、密かに王宮を抜け出そうとするも、そこでヨンとまさかの再会を果たす。韓国中で暗闇シンドロームを巻き起こした本作で、お茶目さと男らしさを合わせ持つツンデレ王子、イーヨンを演じたのは、人気俳優パクボゴム。時代劇クイーンと名高いキムユジョンが、キュートな男装ヒロイン、ラオンを演じています。さらに、BYA4 のジニョンや、学童ヨン、ジェイスビンなどが出演。一国のセジャと、男装内観が恋に落ちる予測不可能なロマンス。二人に訪れる試練、宮廷で巻き起こる権力争いの行方も必見です。雲が描いた月明かりは、BS12 にて4月5日27時30分より放送予定です。悪質な詐欺師を騙し、被害者の金を回収する。正義感あふれる整形型詐欺師、キムウク。ある日、一仕事を終え帰る途中、女性が誘拐される現場を目撃し、巻き込まれたウクも謎の男たちに誘拐され、山中に埋められそうになる。なんとか逃げ出すも、誤って崖から落ちたウクは、通りがかったバンソクという男に助けられ、ドーン村という見知らぬ場所で目を覚ます。ウクが迷い込んだドーン村は、遺体を見つけてもらえない死者たちの住む不思議な村で、ウクは、ドーン村に隠された真実に近づくことになる。放送当時、興味深い題材に、ヒューマニズムとファンタジー、ミステリーを織り交ぜた追跡ドラマと好評を博した作品で、魂のコンビとして親しまれた主演のコス、ホージュの二人のブロマンスも注目を集めました。ミッシング、彼らがいたは、BS12 にて4月6日13時より放送予定です。3年前、当時セジャだった兄の死により、セジャになったイーファン。優れた武芸と卓越した記憶力の持ち主だが、セジャの座につくや兄殺しの疑惑を囁かれ、それを後押しするような呪いの書を受け取るなど、苦悩の淵に立たされていた。疑心暗鬼になり、孤独な日々を送っていたファンのもとに、一家皆殺しの濡れ衣を着せられ、追われる身となった天才少女、ミン・ジェイが現れる。ジェイの一家が殺された事件と呪いのつながりを感じたファンは、ジェイと共に解明に乗り出し、どうにか運命に立ち向かおうとするが、タイトルにある、ウォルダム、壁を越えるの通り、世の中の様々な見えない壁に直面する、青春真っ只中の6人の若者たちの姿を描いた作品。主演のパクヒョンシク、チョンソニほか、
ピョンヤジン、ユンジョンソク、イーテソン、ホーオンソなどが出演。シリアスだけでなく、複雑に絡み合う謎解きミステリーも楽しめる、軽妙なシーンも満載。フレッシュな顔ぶれが揃ったキャスト同士のケミにも注目です。青春モルダムは、NHKBS プレミアム 4K にて4月7日21時より放送予定です。ガウス電子のマーケティング3部は、名だけの部署で負け犬たちが集まる落ちこぼれ部署。その上、個性豊かな人物ばかりが揃っていた。そんな魔の3部の代理チャーナラは、トラブルメーカーの社員イーサンシクに、日々頭を悩ませていた。そんなある日、ナラは引っ越しをするが、隣の部屋に住んでいたのは、まさかの天敵、サンシクだった。大人気ウェブ漫画が原作の本作で主演を務めるのは、ヴィンチェンツォの格闘4と、風と雲と雨の高村比。そして、私たちのブルースのペイヒョンソン、女神降臨のカンミナも出演。個性的すぎる、ユニークなキャラクターたちのコミカルな演出。そして、リアルなオフィスライフと、社内恋愛を描くストーリーは、爆笑必至。共感度抜群のストーリーは必見です。ガウス電子、僕らの社内恋愛マニュアルは、BS12 にて、4月10日、16時より放送予定です。幼い頃に家族を亡くし、ポドチョンのタモとして、下働きをするチェオクは、その聡明さと、ズバ抜けた武術の才能が認められ、犯罪事件の捜査で活躍していた。ポドチョンのトップである十字軍、ファン・ブユンとは、身分の違いがありながらも、お互いに思いを寄せていた。そんな中、ファン・ボユン指揮のもと、ある事件の捜査に加わったチェオクは、そこで出会った盗賊団のリーダー・ソンベクに、なぜか不思議な感情が芽生え始める。韓国で社会現象を巻き起こした、切なすぎる純愛時代劇で、若年層を中心に、タモペインと呼ばれる、熱狂的なファンを多数生み出しました。主演は、韓国のトップ女優、ハージュウォン、そしてイーソジン、キム・ミンジュン。印象的な映像美に、スピーディーなストーリー展開。派手なワイヤーアクションは必見。若くて初々しいイーソジンとハージュウォンを堪能できる、おすすめの一作です。チェオクの剣は、BS11 にて4月15日14時29分より放送予定です。地味で冴えない容姿を理由にいじめられていたジュギョンは、人生に嫌気がさし、ビルの屋上から飛び降りようとするが、どうにか思いとどまる。しかし同じ頃、ビルの屋上へやってきた祖母は、ジュギョンが死のうとしていると勘違いして、思いとどまるよう説得する。その後、家庭の事情で転校することになったジュギョンは、メイクの力で人生を変えようとする。原作のウェブ漫画は、日本、タイ、台湾、インドネシアなどの国でも連載され、常にランキング上位をキープした超人気作。メイクを通じて女神に変身する女子高生イムジュギョンをムンガヨン。ルックス、頭脳、運動神経まで完璧なイーソホをジャウヌ。タフな風貌で悪い噂が絶えないハンソジュンをファン・イニョプが演じています。ビジュアルの期待値の高さから実写化不可能と言われていた作品ですが、漫画からそのまま飛び出してきたような見事なキャスティングで、韓国では中毒者が続出するほどの大ヒットドラマとなりました。女神降臨は BS ジャパネクストにて4月17日19時より放送予定です。互いの思いに反して、別れた幼馴染みのシン・ジュニョンとノウールは、あることがきっかけで再会。トップスターとなったジュニョンと、お金に貪欲なドキュメンタリープロデューサーとなったウルだったが、距離を置かなければならない辛い過去により、ジュニョンはウルに再会するも、冷たい態度をとってしまう。そんな中ジュニョンは、激しい頭痛に襲われ、病院で余命宣告を受ける。残された時間を知り、自分の気持ちに正直に生きようと決意したジュニョンは、ウルに3ヶ月間本気で恋愛しようと告白するが、国民的スター、シン・ジュニョン役を演じるのはキム・ウビン。ジュニョンの初恋相手で、ドキュメンタリープロデューサーのウル役にはペイ・スジが扮しています。心にぐっと刺さるセリフや繊細な演出、優しい目線で、主人公二人のまっすぐな心にそっと寄り添って描かれたドラマで、切なくも優しいイラストは号泣必至です。むやみに切なくは、BS ジャパネクストにて4月28日18時より放送予定です。